じゃあまたグローブ忘れてた。グローブ毎回するの忘れるんだよね。はい、どうもマリオカート。ちょっと待って、まあいいや、次のレースかするわ。ここ、エイトラツクス、スタートやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、本日の、おそらくサムネとタイトルにもある通り、本日なんですけども、ちょっと昨日の、レイクレとの、コラボについて、まあちょっと触れさせていただけたら、振り返りしていこうかなということで、はい、まあゲーム実況チャンネルでね、まあいろんなね、時には雑談も、かましていくのも、個人的にはありなんじゃないかなということで、話していきたいと思います。まず結論から言います。レイクエ面白すぎ。はい。これはもうね、マジで感じた。感じたというか、まあ、動画見ても、レイクエの方の動画見てもらって分かる通り、奴らのポテンシャルが高すぎて、ガチでちょっとサワヤンゲームズ、サワヤン兄弟、アツパレでございます。正直ね、面白かったね。かなり。かなり面白い人種だということがね、まあ、さすが大阪の人たちっていうのもあるんだけど、さすが大阪の人たちっていうのもあるんだけど、マジで面白かったね。本当に。うん、兼ね合いから、そしてワードチョイス、そして雰囲気作り、すべてにおいて、かなり面白かった、うん、学ぶものが非常に多かったレイクレ、本当にコラボしてくださってありがとうございます。まあ、結構前々からね、コラボしてほしいっていうね、要望あったんですけども、まあ、ようやく実現ということで、非常にサワヤンゲームズ、サワヤン兄弟、楽しかったです。はい、ってことでなんですけど、まずこれ一回投げます。あっと、消えた。赤頃爆炸で消されちゃったんだよね。それも非常に残念なことなんだけど。俺、ここのさ、これ置いとこう。これ誰か当たるでしょ、多分。こう攻めていくよ。攻めていくよ。はい。ちょっとこの後もう一回続きするんだけど。これ、キノコ前出ちゃおう。キノコ前出ちゃって、インコジャンゼリー。待って、これ1位じゃん。はい。やはりこれ、レイクルとのね、コラボを記念いたしまして、早速ダブルボムをこう置いちゃう。置いちゃう。それやばくね。でも関係ない。リーチがいました。完璧レイクレありがとうございます。はい、ということでちょっとねコラボについて振り返りつつ、今後に第2レースかね、またちょっといろいろお話しさせていただければなと思っております。第2レースでいきましょう。じゃあ、はい、第2レースはシドニーサンシャイン 200cc、 全く、雑談振り返りに、うってつけでないコースが来てしまいました。ということで、サワヤンチャンネルの方でもですね、まあ、ドッツキリをね、レイクレイ仕掛けさせていただいたんですけども、スタート、まあ、その動画で、ね、まあ、非常にね、まあ、僕がブチゲ散らかすというね、まあ、基本的にサワがね、ブチゲるとね、あまりいい結末で終わらないということがね、まあ、多々あるんですけども、まあ、案の定ですね、ちょっと僕の演技と、まあ、そして、レイクレのみんなの煽り性能が高すぎるがあまり、それを全て真に受けてしまう、視聴者がで、大量発生してしまうというね、事態に陥ったんですけども、まあ、非常にね、やってる身としては非常に楽しかったし、何よりみんなに分かっててもらいたいのは、レイクレはね、別に日常からあんなに、バカみたいな煽り散らかしてきて、なんかこう、何、攻め散らかすやからではないということを、いまいち分かっててもらって、めちゃくちゃ礼儀正しかったのは、ちなみに礼儀とかに俺めちゃくちゃ厳しいから、なんか、まあ、俺もなんか今偉そうに言ってるけど、マジで超丁寧で、すげえ優しいやつらだから、本当に勘違いしてほしくないなっていうのはあるんだけど、そしてこの展開をなんとかしたいっていう気持ちもあるんだけど、どうしたらいい、どうすればこれ勝てる、どうすれば勝てますか、これで絶対多分取れないんで、シングル取ってジャンピングし入れない。さあ、ってことで、今回ちょっとみんなお願いがあるのが、レイクレットやってほしい機会とかある、あったりする、だからそういうのもしあるんだったらぜひとも教えてもらえて、コメント欄で。はい、今後ちょっとあの僕らの、ね、タイトルで、ね、レイクレットはもうコラボしませんみたいなタイトルだったんですけども、コラボ、していきたいと、思っております。はい、なんかやってほしいこと、うん、こんなこと一緒にやってほしいなみたいなことあればね、ぜひともよろしくお願いいたします。どうもしかいない、ドリフトかまして最後上がりたいね。はい、しっかりと7位で耐え、 OK、 まあ悪くない。はい、次行きましょう。で、ちなみにもうこれぶっちゃけると、あのドッキリ仕掛ける前からですね、もう結構レイクレのみんなに、まあ一応友也は内通者で、あの仕掛け人、ここ仕掛け人側だったんだけど、スタートドッツキリ仕掛ける前から、もうドバ師匠がね、もうね、センサービンビンで、絶対ドッキリじゃんってね、めちゃくちゃ疑ってたわけ。もう仕掛ける前よ。俺らの大富豪のコラボ終わってから、もうね、絶対ドッキリじゃん、普通にバスケするわけないじゃんってすげえ言われてたわけ。だから、その、完全に疑われてる状況下でも、もう企画がもう決まっちゃってるわけだから、やるしかないっていう状況だったから、
結構ね、難易度は今回ドッキリ高かった。まあやっぱり、ね、YouTube ね、長いことやってたらね、あドッキリかけられそうっていうね、のはね、大体わかるんだよね。うん。まあ、YouTube は人にみんなわかると思うけど、本当にドッキリってね、もう感じちゃうんだよね。他の、サワヤン兄弟もね、なんかこう、企画に参戦する人がね、あ、今日多分ドッキリだなっていうね、感じはね、結構したりするんだよ。まあ、案の定感づかれてて、で、案の定俺がぶち切れた時に、多分全ての点と点はみんな繋がったと思うんだよね。だから、あ、なのでサワが切れる感じでってのはなっちゃったと思うんだよ。ただ、その中でもやはりリアル感を追求していかなければね、こう、ビビらせなきゃいけないっていう中で、まあ、ああやってね、ちょっとね、淡々とぶち切れるような感じやったんだけども、最後の方ちょっと、まあ、笑っちゃってる言葉いたじゃん。もうあれはね、もうね、ドッキリだとね、分かっちゃってるから笑っちゃうんだよね、単純に。単純にね。単純にドッキリだと分かっちゃって笑っちゃってるから、もうあれはね、もうね、いた仕方ないことなんだよね。別になんかさ、反省してる、反省してるつもりがないとか、そういう問題じゃなくて、多分ドッキリだと感づいちゃってるから笑っちゃってるんだよね。うん、だから、まあ、あそこをね、なんか、とにかくね、詰めてもらいたいなと思う。もうぶっちゃけバレるから、普通に。あ、まあ、多分。あ、待て。俺じゃない。オッケー。耐えてる。オッケー、吸ってる。あ、これ俺じゃない。多分いける。いやー、押された外回避一人で行けそう。一人で行けラツカ三段回避で一人で行けに、いやー、押されてなかったらなー。え、三段回避したよね。ちょ、目の前真っ白になってたけど。三段回避したと思います。はい。てことで、最高のコラボだったと思う、俺は。まあ、てことで、以上で、レイクレコラボの振り返りでした。はい。多分、急上昇2とかにも入ってるのかな。すごい反響いただいて、まあ、今後ともちょっとね、面白い企画やっていこうと思うんで、こう改めましてね、やってほしいこと、スタート、こんなのいいんじゃないかっていうのはあればね、ぜひコメント欄までどしどしよろしくお願いいたします。はい。やはりね、結構ね、相性自体はそこまで悪くないから、あとはそう、お互いのキャラクターをもっとよく理解して、やはりね、YouTube においてもね、相手を理解するっていうこと結構重要だったりするから、まあ、今回初コラボだったし、人数も多くて、正直まだその一人一人のことをちゃんと理解は、ちゃんとしきれてない部分は結構あるから、まあ、ちょっとこれから理解していけたらなと思っております。さすがに決めて。まあ、惜しい崖越え、ミラーで崖越えできかけたけど、で、まだ2位なんだよね。もうトゲ待ちでいい気もするけど、これ使っちゃうか。思ってもしゃあない。記録持ってしゃあないから、さっさと使っちゃって。ああ、どこ行くの？何をしてる？これ1逃げちゃうじゃん。ああ、これで後ろも相手バグり散らかしてんだよ。後ろ相手バグり散らかしてるから、俺はもう冷静にメダル集める。もう冷静にメダル集めて、ダブルルート行こうか。ダブルルート行って、危ない。届かないんだね、アイテム、それ。届くふりして届かない。で、メダル1枚取っといて。結局3周目なんだよね。結局3周目だから。はい、1位がちょっと逃げてる。どうせ赤さんとかで、ね、ボコボコにされるから見ておいて、みんな。トゲも行くから、絶対。あー、アイテム取れない。まあ、でも次ダブル取れるから。次ダブル取れるから、全然よしで。OK、ダブル取れる。ナイス。弱。どうしよう。まあ、これ1はもう無理だね。ミラーだからね、もうしょうがないわ。で、これも、もうこれ使っとくか、早めに。アイテム1個取って。まあ、こう耐えよう。耐えよう。耐えよう、耐えよう、耐えよう。耐えて。OK、クソゴミ。手袋ちょっと待ってね。一回手袋刺して。うん、ちょっと待ってね。手袋刺して。手袋刺して。はい、ということで最終レースはネオクッツパが来る読みで、しずえに戻させていただきました。全員悪い字、面白いじゃないか、ちょうどいいハンデだ、ちょうどいいハンデで、勝利をもぎ取りたいと思います。よろしくお願いします。あ、でもなんかヨッシも、もうヨッヒと、スタートベビーロゼッツァがいるね。はい、最近ちょっと流行りだしてるベビーロゼッツァがいるけども、まあ結局勝つのは俺、はい、しずえ勝ちます。昨日、だいぶお仕置き入れたからね。だいぶお仕置き入れといたから、しずえ勝ちます。さあ、これバナちゃんと避けといて。しっかりと避けといて、アイテムいらない。いらないんだよ。まあ、アイテムとかなくても勝てるから。はい、どんどんバナいっぱい吸ってもらって入って、勝手に散っていくから。勝手に散っていくところをしっかりこうメダル集めて、ほら、メダルだな。で、これインザショ、インザショさ。
インザシの極意で一気に2位まで入っていく。でこれもキロを使ってまいっちゃう。ブーメランのやつまで生きてんだから、まだ避けてちゃんと2位で入って、はい、キノコ前出ちゃうか。これ一旦前出ちゃって、あーこういうサンダー悪くはない気もするけど、さあこのただ時計も来ちゃうね。いやーちょっと巻き込みたかったけど、まあいいでしょう。ちょっと厳しい展開だけど一旦立て直そう。これで避難したけどなんとかなるから。ファイフラワーやばい。ナイス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 。なんか散ったそいつ。それ散ったね今。散った臭いから、さあこっからあとは俺のキャラポン爆散やられてるね。さあ4位入って、緑スタイルちょっと気をつけたいね。キロも1個使って OK。 また戻ってきたよ。ブレーキしたから、さあスプラトゥーンか。冷静に、これ冷静よ。無理！チーズランドでいざ復讐の時。はい、まあね、マリオカートイートテラツクス、勝つ人がいれば負ける人もいます。はい、あそこでね1位でボムを引かれたってことは、こう負けを意味します。はい、ネオクツパ、ただ残念、あそこ避けきれません。避ける、あの術もない。まああのボムの音聞こえたんで、あ終わるなっていうのはねはっきりと分かったんで、まあ結果的にほんとちゃんと終わると。はい、でこれ引きに来るかな。引きに来そうなんで、ちょっとキノコ使って少し距離開ける。はい、ちゃんと絡まれない。結構前張ってるね。結構前張ってるからちょっと様子見でいきたいけど、あのカーブを抜けたあたりでこう使うとスター出ます。ほらね、上のねミニマップ見たことあるカーブね、あのカーブ抜けたあたりで使うと出ます。でこれかなり離れてるからゴール しちゃうでしょ。これもう多分サンド出てる、多分サンド出てるんで、もう使います。どうどう、振らないとこれマキシマキロコ消費、消費です。消費してアイテムいくって OK。 これ悪くない。あ強い強い、めちゃくちゃ強いじゃん。戦い移動、戦い移動で、こうあー待ちやがったな、マジキモいな今の。待たれたね、完全に、完全にマタニティだった、完全なるマタニティされたけど、まあまあまあ別に展開的にはそこまで悪くないから、完全なるマタニティされてたけど、あ後ろのキラが終わるから次俺キラ引ける可能性全然あるんだよね。アップでキーダブル取って、あーあーなるほど、面白いけど。スターちょうだい、パクったね。ワンチャンサンダーない、どう。あ、時計はあるよね。で、後ろのキラーは絶対追いつかないから。キノコ1個が、サンダーどう、もう一発。どうよ。ジャンピングアクション。いやー、おー、お前